演劇集団青の会ちょい足しレシピ豆です。今回のちょい足しレシピ初登場、じゃん、日清のチキンラーメンにピーナッツバターをちょい足しします。チキンラーメンにピーナッツバターを混ぜると担々風になるらしい。なん？今までいくつか担々風のちょい足しやってるんですけど、ピーナッツバターって初めて使うんですよ。一体どうなっちゃうのか、これは食べてみるしかないと思います。それでは準備開始。今回使うのはこちら、ピーナッツバターとラー油、そして一味唐辛子です。ピーナッツバターですが、本来大さじ1が適量のようなのですが、今回その適量の大さじ1に加えて倍の量、そして半分の量も検証してみたいと思います。3分経ちました。チキンラーメンの出来上がりです。まずはこのまま一口食べてみたいと思います。いただきます。ではでは、おお、卵がしっかりたくさん乗ってます。いい香り。ではいただきます。よいしょよいしょ、真ん中からいこう。よっ、熱そう、めっちゃ熱そう。優しい味ですね。さすが世界初のインスタントラーメンです。ではここにピーナッツバターを入れていきたいと思います。チキンラーメンを3分の1ずつに分けて、それぞれにピーナッツバターを混ぜます。よいしょ、あちちちちちちち、あちいあちいよ。ほっ、長い、麺が長いぞ。長い、めっちゃ長い、これやばい。こぼさないように、こぼさないように、こぼさないように。怖い怖い。よし、これでいい感じ。チキンラーメンを3分の1ずつに分けたので、ここへピーナッツバターを入れていきます。ピーナッツバター、よいしょ。ちょっとこれ楽しみなんですよね。ピーナッツバターってほとんど食べたことがなくて、ちょっと初めて買ってみました。おお、ほら、こんな感じ。ほら、うん、これちょっとね、アーモンドが砕いてそのまま入れてあるタイプです。うん、おいしい、ピーナッツの味する。これをチキンラーメンに入れていきます。ではピーナッツバターを順番に入れていきたいと思います。まずね、半分の量からいきます。じゃあこれをまず1個目に投入します。よし。次。次が適量のやつ。で、これを真ん中のやつに入れます。で、よし。最後のやつ。最後のやつは倍の量いきましょう。これまず1個。これに入れます。おお、結構山盛りだね。大丈夫かなこれ。結構存在感あるよ。はい、ではこれを混ぜていきます。混ざれ、混ざるかな、混ざるかな、これ混ざるかな、混ざるよ。でこれが、これも結構あるね。ちょっとちょっとちょっと、これで残っちゃう。おお、これ混ざるかな。これちょっとやばいね。
なんか汁の色が変わってきましたね。よしよいしょ。あ、結構でも混ざってきたかも。でもね、一緒に入ってたピーナッツくんが顔を出し始めました。では、混ざったところへラー油と一味を入れていきたいと思います。よいしょ。ラー油と一味はどうも適量らしいので、好きな分ちょっと入れてみます。ふるっとね、一味の方も、これはちょっとあんまり入れすぎと辛そうなので、よいしょ、ちょっと様子見ながらですね。おお、ちょっとかかってしまった気がする。タンタン風チキンラーメンできました。では早速食べていきたいと思います。いただきます。まずは、ピーナッツバターが半分の量からいきたいと思います。はい、ではちょっとね、一味とラー油が入ってるのでしっかり混ぜていきます。では、ピーナッツバターの香りが少し香ってきます。なんだろう。ベースはチキンラーメンで、で、スパイスが効いてるんですよ。ラー油と一味の。で、それをちょっとこう優しく、丸く包んでるような味がします。あ、でもピーナッツバターって分かんないかも。優しい味がします。担々麺っていうとちょっとあれかな。では、真ん中の適量のやっていきます。これはね、でもピーナッツバターの香りはさっきよりちょっとね強めにします。で、よく混ぜて、どうだろう。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっとなんか濃厚になってる。すごい不思議なんですけど、なんか担々麺のごま風味あるじゃないですか。あれにちょっと似てる。なんで、すごい不思議なんですけど。ピーナッツバターなんだけど。なんか、する。あの味する。すごい不思議。ごまじゃないのに。なんで？これでも、ピーナッツバターって分かってるから、ピーナッツバターだなって思うけど、知らずに食べたら分かんないかもしんない。本当に担々麺っぽい。すごいこれ。これはすごいな。で、そう、ラー油と一味がすごくいい仕事してます。このね、辛みがね、キュッとちょっと中華の方に寄せてくるような感覚ですね。不思議。では倍の量いってみたいと思います。これはさ、明らかピーナッツバターの香りするんだけど、ちょっとしかももう汁がねあんまりないんですよ。なんか少なくなっている。ほら、なんかね、麺に絡むのすごい、汁が。ほら、わかるかな。これはちょっとすごそうです。これはダメでしょ。すごい香り。いきます。ちょっと待って。すごいな。これ結構濃厚な担々風っぽい。どういうこと。すっごいピーナッツバターの香りするんですけど、食べるとちょっと違うの。麺の感じだ。ピーナッツバターっていうより、
あの担々麺のごま風味に近づいてます。あんなに入れたのにこれ意外とありかもしれない。絶対甘いと思ってた。あのすごく甘そうに思うじゃないですか。そんな甘くなくって、多分ラー油と一味が効いてるからかな。どっちかっていうとあのその味の深みが増してる感じ。甘さよりピーナッツ感、なんか濃厚な豆感、なんかそういうのがありますね。悪くない。これすごい不思議。なんで？めっちゃ不思議。どういうことなんだろうこれは。ちょっともう一回リセットでこっちに戻ろう。これはチキンラーメンの味がある。まだある。なんか結構する。やっぱちょっと淡々になっている。ちょっと待って、白飲んでみよう。これは飲むと結構ちょっとピーナッツバターっぽい。これはちょっと飲んでないよ。これはチキンラーメンだってわかる、ね、こっちとこっちはちょっとチキンラーメンじゃないかもしんない。いやベースもそうなんですけど。すごい、これめっちゃ面白い。どういうことだこれは。ちょっと食べよう。おいしい。これはすごいな。食べました。ごちそうさまでした。なんか想像以上に淡々風でした。なんかね、もっとピーナッツバターだから甘いかなって思ってたんですよ。だと全然甘くなくって、で、逆にすごい深みが増してびっくりしました。で、淡々風になったのかといえば、なりました。私はなったと思いました。で、特にちょっと倍の量入れてしまったやつは逆にピーナッツがいっぱい入ってて、その食感がね面白かったです。ポリポリしてて。ピーナッツバターもいろいろ種類があるみたいで、私が使ったのはこのピーナッツが砕いて入ってるタイプだったので、それはそれで食感がねこうポリポリして楽しかったです。で、ピーナッツ砕いたやつが入ってないタイプもあるみたいなので、そちらの方も試してみるのいいかもしれません。私的に一番美味しいと思ったのはやっぱり適量のピーナッツバターのやつかなと思います。このね、倍の量もちょっと捨てがたかったんですよ。だけど、そうですね、この量ならいけるけど、まるまる1個、チキンラーメン1個、この濃厚さだとちょっときついかなと思いました。だからチキンラーメンを食べてて後半ちょっと足してみて味変に使うのはありなのかなと思いました。最後に激うまレベル判定やりたいと思います。激うまレベル、星2個。よろしければ皆様もぜひお試しください。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた来週。